こんばんは。今日私はね、鎌倉の銭洗い弁財天、宇賀福神社っていうところに来ているわよ。でね、多分だけど、ここ、心霊スポットの中では人気だと思うのよ。鎌倉駅からね、歩いて、20分くらいのところにあるのかな。だからね、人もいるかなって思うわよね。でも安心して。今日はね、なんと、12月24日の夜、クリスマスイブなのよ。絶対にいないわよ、絶対にいない。絶対にいないわよ。クリスマスイブにね、心霊スポットに、来る人なんて、本当にね、本当に、ごくごく、本当に、わずかよ。でね、駅ではね、もうなんかクリスマスの雰囲気出てたわよ。恋人たちもね、家族たちもね、多分こう、寄り添ってね、歩いて、夜だからね、いなかったけど、あんまりね、ただちらほら恋人はいたわよ。そんな中、私はね、結局はね、今夜、一人で、部屋で、細々と、ケーキでもつまみ食いしながらね、いるっていう感じだと思うんだけど、だったらね、結局はね、部屋で一人寂しいから、ここね、とにかく、こんな感じなんだけどね、周りはね。だったら心霊スポット行っちゃおうかなと思ってね、来たわよ。もう早速壊そうよね、これね、これ、これ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 。早速壊そうなんだけど、明かりがついてるわね。でも、行こうよ。わあ。ねえ。お正月明けたらね、多分、鎌田何してたの、クリスマスは、みたいな。お正月明けたらじゃないわ。まだ仕事は続くわよね。28とか、そこら辺の日に、言われると思うのよ。心霊スポット行ってましたって言ったら笑い話になるわよね。それか、ドン引きされるか。どっちかよね。すごい、ちょっと暗い。今日はね、堂々と行くわよ。なんて言ったってね、クリスマスイブにここ来る人絶対いないからね。相変わらず、心霊スポットっていうのは、怖い感じする。何これ。ここはね、銭洗い。だから要するに、金運があるっていうね、パワースポットの神社だと思うわよ。だけど夜になるとその姿は一変みたいな。そんなノリのね、場所だっていうふうに書いてあったわよ。はい。この鳥居が怖いわよね、だって。これは何？この五連族のね、鳥居はね、五連族の鳥居は夜見るとね、昼間はきっと、縁起が良さそうだな、なんて思うと思うわよ。夜来る、雰囲気がらりとやっぱり変わるわよね。行くわよ、進むわよ。でも明かりがついてる。トイレね。トイレだから明かりがついてるって感じ。向こうもとりあえずここはくぐろうかしらね。次はこれ、2、4、6、8本ね。8本鳥居ですね、これね。書いてあるわね。そうね。ご神木なのかしらね、これね。次が、2、4、6、8、9。すっごいわね、この連続鳥居。でも街灯があるからね。そこまで、
の感じではなさそうな気はするけどね。さすがにね、こういうしっかりとした神社にね、夜来るっていうのはちょっと心細いわね。うん。これ完全にね、痛い人ね、多分この中に、おみくじコーナーとか書いてあるし、多分ちゃんとした神社、あ、そうね。水の音がするわね。あのね、まあ、もしここにね、このお寺にね、まあ、いらっしゃる方がね、たまたま、私を見たらね、相当痛い人だとね、まあ、思うわよね。そりゃそうよ。私だって絶対思うわよ。あ、竜。最初ちょっとびっくりしたわね。音が。はいはいはい。うわっ、びっくりした。なになになに、ちょっと待って、心細。ここにいるの心細いわ。いやー、まあ、ちょっと行くわよ。いや、あのね、すごい縁起のいい、神社だからね。ちょっと待って、つい私、声が小声になるわね、これね。うわー。うわぁ、ちょっと待って、怖いなぁ。怖いけどね。まあ、縁起のいい神社なのよ、はずなのよ。夜は一遍とか言われちゃってるけど。まあね。まあ、私、サンタさんがね、このゼニアライピン神社にね、来たことによって、なんか、すごい、ね、すごい縁起がいいことにならないかななんていう期待もねしつつね、横島なね、考えを持ちつつね、私は来ましたよ。で、まあ有馬記念なんてね、いうのがね、明日あるからね、まあ、ちょっと遊びでね、まあ、普段はねやらないけどね、ちょっとやってみようかなっていう、まあそんな次第ですね。はい。なんかそのお金の神社って聞いてるからね、その中覗くのはやめとこうかしらね。縁起が、ちょっと失礼します、お邪魔します。うわー、やっぱ覗くわ。はい、私からは見えないわよ。さあ、何が映ってるんでしょうかね。私は帰ってみるわ。ああ、まあ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 。まあ、ここならね、ここの神社ならね、なんか夜誰かが参拝してもね、おかしくない感じではあるわよね。うん。まあ、有名な心霊スポットっていうよりも、有名な神社だと思うのよ。だから、まあ、今日土曜日なのね。うん。だから人が来てもね、全然おかしくない。普段はね。うん。ところだと思うのよ。何？トイレの音したわね。あ、いらっしゃるのかな？なんか水が流れる音？トイレの水が流れる音がしたわね。うわぁ。こっち行ってみようかしらね。かわいいわね。
ちょっとここは、こう黙るわね、これね。もう私何度も思うけどね、こういうパワースポット的なところはね、昼間行きたいわよ。本当に。何やってんのかしらね、私はね、本当に。こんばんは。失礼します。お邪魔します。本当に。あら。失礼します。中をちょっと覗かせてもらいます。あ。なんか縁起が良さそうなね。ものがね。あるわね。すいません。本当に。いやー、本当に本当に。で、ちなみにね、私ね、いつもはね、まあ、車で来てるのよ。って言っても、レンタカーなのよ。で、今日はね、まあ、本当さすがよね。クリスマスってだけあってね。ほんと借りれなかったのよ。だから電車で来たわよ。ね、そこまでしてみたいな。そこまでして、鎌倉来るみたいな。私ね、まあ、東京なんだけどね。そこまでして来たみたいな。よくわからないわよね、私ね。本当に。絶対に、ね、こんな人いないわよ。多分ね、多分ね。絶対なんていう言葉簡単に使っちゃダメよね。多分ね。失礼します。ああ。この、これがね、雰囲気出てるわよね。うわぁ。あれ？ここ、あ、ここ、あ、ここ入ったのか。ね。あ、ちょっと、よくわかんないわね、これね。あ、ここを通ってきて、私は？うわぁ。あ、こっちに右に曲がったわよね、私ね。で、ちょっとこっち行ってみようかしらね。あ、あ、あ、こっから入るのね。あれ違うっぽいわね。まあいいわ、ここは飛ばそう。うん、出たわね。奥宮。銭洗い。洗いね。これ右から読むんだと思うわよ。すごい。いや、すごいね、これね。あ、お金をここで洗ってくださいって。かっこいいわね。失礼します。いい匂いがする。明かりはき、ちょっと、まあいいわ。
はあ、美しいわね。美しいわ。でね、明かりを照らすと真ん中が素晴らしいわ。これはね、もう全然心霊スポットじゃないわ。いや、素晴らしいところね、ここ。なんか人のぬくもりというか、人の願い、希望とかが、私には感じられる気がするわよ。希望よ。うん。なんか夜にね、私ね、ここぞとばかりに銭を洗うのはやめとくわ。うん、本当は洗ってね、記念にお財布に入れときたいけどね。うん。なんか、そのなんか、この雰囲気を感じられただけでもね、私にとっては、幸せなことだと思うわ。希望を感じるわね。夜なのに不思議ね。うん。繁栄とか、そういう希望かな。昼間はね、多くの人なのかわかんないけどね。まあ、多くの人がね、来てると思うから。で、今夜だからね、こんなに静かで、本当に、静まり返ってるけどね。希望っていうのはね、本当に、なんだろう、具体的じゃなくてもいいのよね。人が希望を持っている。それが希望だと思うわ。何？今パーンって音がしたわね。またした。誰かいるのかしら。誰もいないわね。最後にこっち側覗いてみるわ。こうやって来てこうやって来る感じになると思うのよね。違うのかな？いや、でもそうだと思うわ。私こっちから帰るわ。これ帰れるのかしらね、こっちで。ああ、そうっぽいわね。ああ、この先は住宅地ですって書いてあるわ。やっぱそうね。うん。さっきのパーンって言う音何だったのかしらね。うん、まあいいわ。そうそう、そう、希望っていうのはね、また私語り始めちゃうわね。まあいいわ。希望っていうのはね、その、人が希望を持っているっていうことが、まあ希望だと思うので、その希望が、なんか自分勝手な希望だとね、それ希望じゃないわよね。だから、なんだろう、その、あの人がこの人が、私の周りがとか、自分たちの周りが、幸せになってほしいとか、うん、自分も含めてだけどね、もちろんね、他の人、自分の周りの人が幸せになってほしいとか、幸せにさせるみたいなね、そういう希望を持っている人が
いる。そしてその希望が見えたとき、その情熱が見えたとき、それはまた大きな希望として広がるんじゃないのかなって、ここに来て思いました。全然ね、私の想定とは全然違う、ところでしたね。全然心霊スポットじゃないわ、ここは。さあ、帰りましょうね。さあ、そして今日はね、12月24日、クリスマスイブなのよ。そこに私、そんな時にね、私ここに来れたことに感謝します。ありがとうございました。本当に夜中来てすいませんでした。それでは、これ動画見てる方もね、これ動画出る頃にはね、なるべく早くね、公開するけどね。12月25日に明日、あげられればいいなぁなんて思ってるわ。素敵な夜を過ごしてね。またねー。